心を読む地球環境への眼差し、シリーズ第12回。本日のテーマは防災計画にどんぐりの森。お話は横浜国立大学名誉教授で植物生態学者の宮脇明さんです。皆さん、災害は必ず来ます。現代の私たちの生活は物とエネルギーに支えられています。特に都市やその周辺域では我々人類がかつて夢にも見なかったような豊かで便利な生活が営まれています。それでも私たちはこの現状に満足せず、より豊かな物質的な繁栄を目指して超高層建築ビルや道路整備、都市開発、工場も次々に新たに建設してきています。住宅や交通施設が整って、どんなに素晴らしい街ができても、残念ながら私たちは生物としての人類の一員としてしか生きていけません。今私たち人間は様々な豊かな中でもさらにいろんな欲望を持っています。そしてこれほど豊かでありながら、なんとなく未来に対して不安であり、必ずしも私はどうなんであろうかと思っていらっしゃるかもしれません。何が幸福であるか、それは物でも金でもなくして、一番の幸福の原点は今生きているということだと。これは生物学的に言っても、また多分皆さんが本気で考えれば一番大事なこと。命ほど大事なものはありません。このこれほど豊かなものとエネルギーに囲まれながら、つい私たちはこのかけがえない自分の家族の周りの人の命の尊さ、そして心も体も豊かに生きていくということに対しての喜びと、どのようにして確実に何があっても生きていけるかということに対応をつい忘れて、あるいは考える暇がないのではないでしょうか。じゃあどうしたらよいか。まず政治的経済的なエゴから発生する地域間や、あるいは国家間のあの忌まわしい人間同士の殺し合いは絶対に避けなければなりません。しかし人間がたとえお互いに我慢し共存したとしても、人間だけが生きていくわけにいきません。災害は必ず起きます。現代の科学技術はまだこのような自然の揺り戻しとも言われるような地球が何回も何十回も、あるいは地域的には毎年のように各地で各国で繰り返されている、この災害を確実に予測し止め、あるいは全ての被害をゼロにすることは残念ながらできません。現代の科学技術は非常に発展していますが、過信しないでいただきたい。まだ不十分な点、命に対して環境に対して多々あります。例えばあらゆる英知を集めても、今大変な研究を使って各国、特に我が国が進めている地震の予知の研究すら残念ながらまだ確実でありません。起きた後ではいろいろと言われますけど、起きる前というのはまだ十分であります。残念ながら災害を軽減できるほどの時間的に余裕のある予測はまだ不可能です。最近テレビやラジオなどを通じて一般向けに緊急地震予想速報が
開始されましたが、今のところその本当の地震の到達前に間に合わないケースがほとんどです。大地震では地震の揺れそのものによる建物の倒壊だけでなく、付随的同時発生的に大火事やダムの決壊、斜面崩壊、津波などによって大変な命に関わる被害をもたらしかねません。また地震でなくても毎年訪れる台風、それに伴う洪水や、あるいは山崩れ、冬の豪雪、そして各国で見られる干ばつなどの自然災害による建物や道路、農地、そして何よりも大事な人間の命にまで及ぼす被害を完全に防ぎ排除することは残念ながらできません。今年、すなわち2008年、1年間だけでも大きな自然災害が立て続けに起きています。5月にはミャンマーが大型サイクロンで直撃され甚大な被害を受け、また中国四川省ではマグニチュード8の大地震が起きて、報道によるといずれも大変な多くの数の死傷者を出し行方不明者が出ています。日本では6月14日に岩手宮城内陸地震が発生しました。地震による、まあ地方であったためもありますけど、建物の倒壊などは少なかったようですが、付随して生じた大規模な山崩れ、土砂流などによって亡くなった方もいます。もし人間が知恵を持っているとするならば、豊かで便利な生活を追い求める以前に、あるいはそれ以上にかけがえない命まで奪う自然災害に対する対策を積極的に考え、工事進めなければなりません。野生動物たちはまだ必ずしも科学的な十分な立証はされていませんが、よく言われますように生物的な本能からか災害を予測すると言われています。地震前に池の鯉が暴れるとか、蛇が木に登るとか、冬眠していたはずのカエルやミミズが地上に出てくるなど、よく話があります。また家畜が囲いの中に入らない、犬が異常に吠えるなどの挙動も聞かれます。一方、私たち人間はこのような危機を予知する生物的な本能は残念ながらほとんど毎日退化してしまっていると言います。しかし逆に言えば、人間しか持ってない知性と感性によって過去の災害の不幸な経験を十分学び生かして、自然災害による命に関わるような被害を最小限にとどめることができるのではないでしょうか。それが人間の英知であり知性です。現在、物理科学的な計測、化学の科学的な計測が進化し、コンピューターによるシミュレーションもによる予知など、災害に対する対策はいろいろと取られています。しかし、まだまだ机の上の計画に過ぎません。避難計画も毎年各地で行われていますが、訓練は訓練です。訓練している人も、それをテレビやラジオで見たり聞いたりしている人も、まさか実際に自分が災害に遭遇して悲鳴を上げて逃げ回り、人間の尊厳性も何も投げ出して、そして不幸な死をのたれ死を遂げるかもしれないということに対する実感はまだないのではないでしょうか。悲惨な犠牲者が自分であり自分の家族であることは考えない、まさか自分にと、何があってもまさか自分に、あるいは自分の家族とは思わない。しかし、それが起きてからでは遅すぎます。命は死んだものを生かすことは絶対できません。このような、しかし、ある意味の楽観主義、私は大丈夫だと、まあ政府に任せておけばいい、企業に任せておけばいい、あるいは訓練やっておけばいいというだけじゃダメであって、このダメです。しかし、この生物的な楽観主義、これはある面では多分生物として生き延びるための一つの本能的な戦略であり、必ずしも
生物学者として私は否定することはできません。また消防車や救急車の台数を増やしたり、建造物の補強を行ったり、あるいは耐震強度を偽装されたマンションを建て直したりする作業も行われています。洪水や津波から町やあるいは家、命を守るために高い堤防も作らされています。このようなハードな面の対応はもちろん必要です。今後もさらに進めていただきたい。しかしそれは多くは部分的、局地的であり、限られた時間の要因の中だけです。でこのようにどんなに対応ハードに物理科学的にしても、もしマグネチュード中度8以上の直下型地震が東京を襲ったら、例えばあるいは横浜、名古屋、大阪でもどれほどの被害が起きるでしょうか。何十万人の死傷者や行方不明者が出るようなと予測もありますが、この予測だけでそれに対応がまだ不十分ではないでしょうか。人口が集中している大都市に大きな地震が起きれば、ハードな面の対策をどれだけとっても大変な被害になるということは、これまでの地震の災害を示しています。消防車や救急車を何万台何百万台備えていても、地震が起きると道路は当然通常のようには機能しません。車が塞いだら動くことはできません。故障して動けなくなる車があったり、道路そのものが隆起、陥没したり崩れ落ちたりすれば、消防車も救急車も動きが取れません。ヘリコプターによる救出も数は限られています。また海を使って船で救助するといってもすぐには間に合いません。防災計画の中で最も大事なことは、まず一人一人がその場所から地震が起きた時に安全な逃げ場所、逃げ道を確保することであり、なんとか生き延びることです。そのためには土地本来の本物の森、立体的な緑の壁を工場や住宅の周りなどを町の中に作ることです。これは極めて重要なことですが、残念ながらあまりそういう生きた構築材料を使っての災害対策は口では言われても具体的には実施されていません。せいぜい芝生につっかえ棒で支えられた高木、静木をポツンポツンと植えるような化粧的な緑地だけではなく、立体的な市民の命を守る本物の森、緑の壁が必要です。広域避難所は各地に指定されています。しかしその広場や公園などの周りや逃げ道になる道路沿いはそのままであります。その広域避難場所や逃げ道になるところにこそ、今すぐ立体的な緑の壁、本物の森作りを進めなければなりません。木を植えても何にもならないという人も多いかもしれません。しかし日本列島のほとんどの地域の土地本来の木は、災害にも一年中緑のシイ、タブ、カシ類です。この照葉樹の葉は葉が厚くて水分を含んでおり、日伏せ入りの機能も果たすと言われています。具体的なその事実もあります。例えば1976年、山形県酒田市で大火事がありました。1700戸所以上の家が焼けました。酒田市は日本海岸側の常緑広葉樹林帯の北限に近いのですが、旧家に本間家という家があり、そこでタブの木、常緑のタブの木が2本植えられていました。この2本のタブの木があの大火を止め、本間家を守ったのは有名な話です。当時の酒田市長の依頼により、私たちは3年間植生調査を行いました。山形が常緑広葉樹の復元とされていましたが、実際に地球温暖化の影響もあったのか、今では秋田県の南部まで海岸沿いでは常緑広葉樹のタブの木、それを支える同じく常緑広葉樹のヤブツバキ、シロダモ、モチの木、サンゴ樹などが生育することを確認しました。
そして町のモール街や小中学校、新しくできた下水処理場の周りに上緑工事で防災環境保全林、緑の壁を作ることを提案しました。しかし町の中では通行の邪魔になるという理由で森作りは必ずしも十分には進みませんでした。幸いにもある小学校の森作りは、そこの教頭先生が非常に熱心で、子どもたちとタブノキ、常緑の樹木の種を拾って根の充満したポット苗を作り、高さ30センチぐらいのポット苗を作って、児童生徒たちと一緒に学校の前に植えたんです。幼苗は冬は雪が多かったんですが、菜園にも順調に成長し、見事に森に育っていきました。しかし12年後に現地に調査に行ったところ、ほとんど切られてしまっていました。代が変わって新しい校長や教育委員会や父兄たちが、命を守る本物の森、防災環境保全林、ヒブシギの森に理解を持たず、過去を忘れてしまって、一時的にちょっと日陰になるとか見通しが悪いとか、一面的な理由でせっかく育った森を切ってしまったところも多いのです。しかし下水処理場の周りでは、植えた幼木がもう15年で10メーター以上に育ち、立体的な防災環境保全に緑の壁を形成しています。やればできるわけですから、ぜひやっていただきたい。当時木を植えた頃、酒田市で地元の植木屋さんたちは、こんな寒いところで冬も常緑のタブノキ、カシ類やヤブツワキなどを植えることは不可能であると反対されました。厳しい条件下ではポツンポツンと生木植えてもなかなか活着しません。我々は自然の森の規定に従って、厳しいところでは集団徒党を組ませればいいという生物社会の規定 にして密に植えたもんです。樹木のタブノキを中心に、それを支えるヤブツバキやモチノキ、シロダモなどを1平方メーターあたり、自然の森ではボンネアマゾンでは500本以上生えてますが、3本の割合で植えました。同じ種類ばっかし植えないで、できるだけいろんな種類を混植密植しました。それは自然の机の上の考え方でなし、何百年も何千年も火事にも虫にも台風も生き延びてきた本物の自然の森のシステムを規定に従って混植密植したわけです。それで寒さで枯れることもなく、見事に森に育っています。私たちの調査した結果では、日本列島は関東以西の海抜800メーター以下のところ海岸まで、太平洋岸側では海岸線に沿っては福島から仙台、さらに釜石の北まで、日本海岸側では酒田市の北の秋田県の南部までが、現在の海岸沿いではに近いところは上緑工事あるいは低地ではそうです、生育可能域です。上緑工事のヤブツバキは青森県の夏泊半島にまで分布していて、天然記念物に指定されているほどです。また雪の多い青森市内でも、生垣に常緑のマサキやネズミモチなどが使われて各地に育っています。内陸では例えば長野市はもちろん、信州の山地でもシラカシが自生し、地域の植物学者などが報告しています。また安曇野の奥地の、私の調査した結果でも、古い農家では胸の高さで測る標高直径が30センチ以上ある赤樫の屋敷林も見事に育ち残されていました。このように植物地理学的には、今まで落葉工事林帯に属すると言われていた地方でも、実際に現調査すると常緑広葉樹が生育しています。少なくても屋敷林、神社やお寺の門には見られることが各地で確認されています。まあこれはいわゆる温暖化が進んでいる現状と言われるかもしれませんが、いずれにしても信州や東北地方でも、ヒブシギの機能を果たす常緑広葉樹の生育可能域がだんだんと広がっていますから、できるだけその土地の樹木群を中心に
緑の壁を作ることを私はぜひ皆さんにお勧めしたいと思います。また大事なことは何といっても、非常に多くの日本人が集中して生活している大都市、中小都市、この都市の中、特に中心部などでは、確かに最高の技術で作られたハードな施設の高層建築、その他周りにはほとんど今なお飾り程度の緑しかありません。もちろん顔には化粧的な緑も否定はしませんが、まず何よりも命を守る背骨の緑を立体的に作るべきです。東京、名古屋、大阪、横浜のような高層建築が林立しているところでは、建築基準法などによってビルとビルの間にはかなりの空間が取ってあります。そこに従来用の単なる化粧的な緑や植え込みだけしかしない。これでは夏は照り返しでヒートアイランド現象に拍車がかかり、冬はビル風が強くなります。その空間に土地本来の立体的な緑を作っていただきたい。それをできれば点から線に、線から帯へと広げて、災害時には命を守る緑の壁を作るべきです。狭いところでは横枝切っても頭切らない。なぜ頭を切って規格品するか。死んだ材料では定規を使わなきゃいけないが、自然は人の顔のようにみんな多様性に飛んでる。多様性の重症視される現在こそ、どうか頭を切らないでいただきたい。江戸時代とは違うわけです。ハードな防災対策は確かに速攻的です。しかし一面的で限度があります。土地本来の森、いわゆるどんぐりの森は、小さな30センチぐらいの苗を植えて根の字を回した。 2,3 年は草が生えたらできれば抜いて捨てないで敷き輪の追加材料にします。しかしその後は自然淘汰に任せて着実に育ちます。さまざまな厳しい条件にも耐えて長持ちします。土地本来の森の防災環境保全機能は、風を防ぐ、地を吸い込む、音を吸い込む、水質浄化、保水大気浄化、そして火を防ぐ防火機能、いざの時の逃げ場所、逃げ道の確保など、総合的で、しかも小さな苗を植えて時間とともに確実に育つ。3年経ったら自然の管に任せばいい。邪魔な横枝さえ切れば頭を伸ばすべきです。日本列島のほとんどの地域は、土地本来の森は、繰り返しますが、北海道や東北などの山地を抜けて常緑広葉樹のシイ、タブ、カシ類です。シイは、あるいはカシは、ブナ科の植物で、その実は硬く剣花と言われます。剣語の剣にカジとかに剣花と言われます。いわゆるどんぐりです。どんぐりという名の木は実はありません。カシ類には白カシ、荒カシ、裏白カシ、赤カシなどがあります。また中部医政では一位カシ、あるいはつくばねカシ、沖縄では沖縄裏白カシ、奄美群島では奄美荒カシなどもあります。シイにはスタジーとコジーがあります。またタブの木はクスノキ科で、実は実はどんぐりではなくて小花と言われるイチゴのような状態になっています。7月の末頃に果肉に包まれた種子が熟します。やや紫色の黒い形になります。中にうずら豆のような実があります。土地本来の命の森づくりは、すなわち緑の壁づくりは、これらシイ、タブ、カシ類の種子から根の充満した、根群の充満した容器栽培したポット苗を作ります。そして市民が主役で植えていただきます。落葉樹であるクヌギ、コナラ、アベマキ、
また北の方の落葉紅葉樹林帯の水なら柏などの実も喧嘩、すなわちどんぐりです。したがって照葉樹林帯では本物の森を作るためにはどんぐりを拾うときによく上を見て、秋も葉が常緑のそういう母樹、親木の常緑であることを確認してやっていただきたいと思います。なお鎮守の森なんかでも、まあ、できればどんぐり拾いは土地の所有者のちょっと許可をいただけば、反対する人はいらっしゃらないと思いますから、そうして安心して浸ってください。どんぐり拾いは実は昆虫やあるいは野ネズミ、まあ日本には少なくなりますがリスなどの動物との競争です。もう落ちて数週間待たずと、ほとんどのどんぐりには中に虫が入っています。そして食われています。したがってマーキングした木の下にできればシートを敷いて、落ちてくるどんぐりを待つか、あるいは枝を揺すって落とすかします。時期はタブの木は7月中旬から8月初め、そしてC菓子類は大体日本では9月の下旬から11月、北海道の水なら柏も大体9月から種あのどんぐりが熟してきます。拾った後も虫との競争です。中に入っている虫に食われてしまわないように、拾いましたらすぐ水につけて約30時間、それでも全部なかなか死なないんですが、ぐらい水につけて中の虫を窒息させます。このどんぐりからの苗作りには2つの方法があります。まず1つはポットに直接どんぐりをまく方法、もう1つは、まあ、あの空き地でもよろしいし、あるいは町の中なら昔使っていたようなトロ箱や、あるいはそういう容器でも結構ですが、そこに下は砂まりの土を、だいたいその上に腐葉土を10センチぐらいかぶせまして、10から15センチ。そこに種をまきます。これはばらまきで平米500本ぐらい、500粒ぐらいまいて結構です。で、軽くどんぐりが見えないぐらい土をかぶせます。で、その上に、ジョロで水をやった時にどんぐりが土からはみ出さないように、できれば落ち葉やあるいは切り綿などをマルチングと今かぶせてやります。そしてこの植物はまず根で勝負する。根が出ます。根が10センチぐらい出て、それが芽が双葉かあるいは四つ葉になった時にこのポットに移す方法です。これが一つの方法です。でもう一つはあのこのポットと同様に磁気巻きの方法の場合、ポットの場合大事なことは、ポットの中の土でしか養分を水分も取れない。したがって1年半か2年間ですから、できるだけほっこらと土をかぶせてやります。できれば山盛りにするぐらいにかぶせてやります。深植えしない、根も息をしてるから、あのどんぐりは隠れるぐらいにやってやります。大事なことは水をやりすぎないことです。やらなければ死んでしまいますが、やりすぎるとかえってあの 根腐れを起こします。生物社会では何でも追いすぎるのは危険です。少し足りないぐらいが最も健全に育ちます。水もそうです。ご覧のようにして植物は一方、いきなり地面に撒いたものはまず根が出て8センチか10センチ出まして、それから2葉ぐらいになった時にこれをポットに入れますが、そのポットの場合は下には砂まじりの土を入れて、それでそこに根を手で持って押さえつけないで周りから土をかぶせてやります。少し引っ張り気味にしてやって、根も息をしてますから山盛りに土を盛りますけれども、押さえつけないようにしていただきます。このようにしますと、
例えば7月の末に育ってきたタブノキは9月にはもう新芽が出ます。また秋に巻いた菓子類は土の中で冬を越します。で、冬の中で根がゆっくり伸びながら春になって芽が出て双葉か四つ葉になったら、もう一度繰り返しますと、トロバコなどに巻いたものはポットに移します。ポットの底には水はけの良い砂を入れることも申しました。そしてやや引っ張り気味にして植えると。で、いずれにしましても根も息をしてますから、ポットも必ず穴を十分開けてやった方がいいと思います。で、このように移植したポットはだいたい1年か2年経ちますと、水をやりすぎない、少し足りないぐらいでやりますと十分にしっかりした根ができます。だいたい1年か2年で、植物は根で勝負しますから、なぜ容器栽培するか。杉やヒノキや松は裸苗でもつきます。すぐ植えてちょっと足で押さえておく。しかし根が浅いから倒れやすい、あるいは台風地震にも弱い。一方、本命のシータブカシ類は根が深い新根性、まっすぐ直根性ですから、一度根付いたら火事にも地震にも台風にも津波もびくともしないわけです。このような本物の森、緑の壁を作るときには、まず苗作りと同時に今度は植える場所、いわゆる土作りであります。できれば広い面積がよろしいんですが、狭くてもできます。まず今ある土を、根は息をしてますから土に酸素が必要ですけど、できるだけ掘り起こしまして、もし不要な有機物などありましたら、枯草でも枯れ木でも、あるいはコンクリの外れでも、人の頭に小さく割って土の中に土と石を混ぜます。すなわちほっこらとマウンドを築きます。水はけを良くするためです。そして養分を吸う、いわゆる生活根は、せいぜい日本の畑でも、あるいはボルネオでもアマゾンでも20センチぐらいです。20センチか30センチは表土をゆっくりとほっこらとかぶせます。表土というのは有機物を分解する小動物や微生物が豊富な土のことです。ドイツ語では表土のことを、英語はトップソイル、ドイツ語ではムッターボーデン、ムッターとは母なる土で、ムッター母です。ムッターボーデン土と言われるぐらいに、植物の生育に重要な役割を果たします。埋め立て地なので、どうしても表土が取れないところであれば、有機物を混ぜて作ってやればいいわけです。枯草などを混ぜますと、枯草菌、枯草菌が繁殖して土壌が形成されます。問題はその底です。本命の木は3メーター、5メーター、あるいはそれ以上入りますから、どうか土が、根は酸素が必要ですから、粘土質の場合は、浸透圧で8メーターぐらい水が上がりますから、その水を追いすぎるのは非常に困るから、中に瓦礫でも何でも入れながら、混ぜて積極的にそのマウンドを形成していただきます。日本の斜面に、山が崩れると言われますけれども、斜面の森の方がよほどしっかりついています。根も息をしているので、土中が根が入るためにもう一度繰り返すと 2,3 メーター以上も入るので、できるだけそこまでほっころと持っていただくのが理想です。次にいよいよ食事です。このポット苗を植えるときに、その土地本来の潜在性種の種木のを中心に、できるだけ多くの種類を混植密植すると言いましたが、この植える場所に持ってきてポットは、どうか赤ちゃんと同じですから無造作に扱わないでいただきたい。そして底を持ってたらいなどの水をたっぷり入れて、さっとポットのままで水につけます。そしてそれをそれぞれ、植樹祭なんか皆さん斜面は上から並んで、右の手と左の目で違う種類のものを持ちます。生物的な多様性を維持し、同じものさえ植えないために。で、斜面の場合はポットのよりも 1.5 倍深い土を上に上げながら、移植後手なんで20なら30センチが掘った時に、ゆっくりと赤ちゃんが目を覚まさないようにポットから根を外してやります。そしてそれを穴に押さえつけないで、やや引っ張り気味にしながら周りから土をかぶせていく。
これは大事なことであって、深植えしません。根も息をしてますから、やっとポットの鉢が隠れるぐらいです。で、生物的な多様種を維持するために、土地本来の主木群中心、シータブカシ類の領域であれば、そういう種類を中心に、それを支える亜鉱木のヤブツバキやモチノキやシロダモ、できるだけ多くの種類を自然の森の掟で、筋に植えない、混植密植して、いわゆる幾何学的なやり方でなしに、多様性に富んだランダムに混植密植します。植え終わったら敷きわらをできれば斜面直角に平米に4キログラムぐらいたっぷりとします。あるいは枯れ草でも落ち葉でも何でも結構であります。そしてそれを風で飛ばないように縄掛けをしっかりします。このような生態学的な森づくりは、植樹直前にポット内をもう一度言うと水に浸かし、移植した直後に稲わらでマルチングと言いますがカバーしてやります。そうしますと植樹後40日間雨が降らなくても水をやる必要はありません。また敷きわらを縄でしっかり収めて止めているので、集中豪雨で斜面でも大風が吹いても土が流れることはほとんどありません。寒さにも乾燥にも強い。また草物の出る群の雑草も抑えます。そのうち藁は分解されて樹木の養分になります。多分最初の 2,3 年は雑草が出るかもしれません。だから草取りしたら取った草を捨てないでそのまま置いてやります。すなわちマルチング、すべては地球資源養分であります。毒と分解困難なもの以外は。多分このようにして植えると幅たとえ50センチでもできます。5年で高さ4メーター、10年で8メーター以上の森に育ちます。で、幅が広いに越したことはありません。防災環境保全機能も高いわけですが、植え幅が狭いからできないというのはちょっと言い抜けと言ってもいいかもしれません。で、大体10年か15年で自然の森に近い状態になります。生きた緑の壁の機能を正しく理解し、子どもたちの健全で安全な未来を保障するために共に木を植えましょう。どんぐりの防災計画を実行移し、そのノウハウと成果をぜひ皆さん足元から世界に広げていただきたい。市民の命を守る立場の行政が今まである木を切ったりしていることが、例えば東京の目白台などは江戸時代から老大木があったら、屋敷林がこれが例えば財産税なんかで売られて区に移管されたら、途端に無造作に切ってテニスコートなどに変えられています。ドイツなんかでは個人の家の木も全てこれは市民の木として市に登録され、許可がなきゃ切れないようになっている。行政は、そして企業は、命を守る市民と共に森を足元から作っていただきたい。それが私たちの未来を生きるための基本的な課題であることをぜひ理解していただきます。地球環境への眼差し第12回、お話は横浜国立大学名誉教授で植物生態学者の宮脇明さんでした。次回は本物になるためにというテーマで放送します。ご紹介は私、春日博美でした。